皆さんお元気ですか？久米まりえです。ホルモンが過剰に作られることで引き起こされる内分泌性高血圧症、どのような病気なのか先生に詳しく伺います。聞いて納得、医療最前線。今回は内分泌性高血圧症です。教えていただくのは鳥取大学医学部附属病院内分泌代謝内科、伊沢翔一郎助教です。伊沢先生はホルモンを作る下垂体や副腎などの病気に対する診療研究を行っています。伊沢先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は内分泌性高血圧症についてです。先生、高血圧というと、はい、やはり加齢とか生活習慣病のイメージがすごく強いんですけど、それとは違うんですか？そうですね、高血圧症って言いますと、どうしても生活習慣病の一つとして考えられがちなんですね。ですから、例えば塩分を控えましょうですとか、そういう指導をまず受けられると思うんですけれども、実はそういった生活習慣の改善ですとか、治療などに反応しない高血圧っていうのがありまして、その代表的なものが内分泌性高血圧症になります。そうなんですね。ではこの内分泌性高血圧症について詳しく教えてください。はい、体の中にはですね、ホルモンを作る臓器といいまして、その中でも代表的なものが、下垂体ですとか、ここに副腎というものが挙げてあるんですけれども、下垂体というのはこの脳にあります。非常に小さなものです。だから副腎も腎臓のそばに左右一つずつある臓器でして、これらは本来必要な血圧を維持するためにのホルモンというのを作っています。代表的なものでいうと、副腎皮質刺激ホルモンですとか成長ホルモン、副腎でいきますと、アルドステロンですとかコルチゾール、アドレナリン、こういったものが挙げられます。内分泌性高血圧症では、副腎や下垂体の病気が主に原因で、良性の腫瘍のことが多いんですけれども、その腫瘍がホルモンを不適切に過剰に作ってしまうということで、病気が起こってまいります。こういったホルモンがたくさん増えすぎてしまうことで起こる高血圧っていうのが、この内分泌性高血圧症なんですね。これ高血圧症全体ではどれくらいの人がかかるんですか？だいたい高血圧症と言われる方のですね、10% から 20% の方は、こういった高血圧ではないかなということが言われています。そして 10% から 20% ということは、高血圧の中でも気づいてない、この病気に気づいてない方も多いんですか？そうですね、何かやっぱりきっかけがないと見つからないことっていうのは多くって、中には高血圧で治療されながら何年も経ってから内分泌性高血圧症と診断される方もおられますので、すでに治療を受けていらっしゃる方も、注意が必要な病気かなと思います。この病気は若い方とかに多いとかっていうのもあるんですか？はい、やはり年齢を重ねられますと、どうしても動脈硬化っていうのが進んできますので、高血圧を持っていらっしゃる方っていうのは増えてまいりますが、この内分泌性高血圧症は年代の若い方にも起こりうる病気になりますので、特に若い方で高血圧を言われた場合には注意していただく必要があるかなと思います。なるほど。普段健康診断とかで高血圧に、高血圧だってよく診断される方も多いと思うんですけど、そういう方は健康診断では見つからないんですか、この病気は？はい、健康診断で高血圧症と言われますと、まず生活習慣を背景にして起こってくる高血圧を念頭にして指導をされたり受診を勧められることが多いと思うんですけれども、この高血圧症の場合は、そういった生活習慣の指導などに反応しないというところもありますし、それ以外の症状ですね、例えば、糖尿病ですとか骨粗鬆症、そういったものも、一緒に見つかることがありますので、もしそういったものを一緒に認められた場合には注意していただく必要があるかなと思います。この病気は治すことはできるんですか？
はい、原因を特定してですね、適切なお薬ですとか、場合によっては手術をすることもあるんですけど、そういった対応すれば治ることが期待できる病気です。ではこの内分泌性高血圧症ですが、どんなものがあるのか教えてください。はい、こちらに代表的な病気をいくつか挙げさせていただいております。すべての病気が、こちらに書いてありますホルモンが副腎や、下垂体といった臓器で作られすぎることによって起こってきます。一番上に書いてあります原発性アルドステロン症という病気ですけれども、これはもう副腎でアルドステロンというホルモンがたくさん作られる病気になるんですけれども、この中では一番この病気が頻度としては高いということが分かっています。こういったホルモンが過剰に作られてしまうことで、この内分泌性高血圧症が発症するということですかね。そうですね、ホルモンが基本的には体に本来必要なものになるんですけれども、それが必要以上に作られてしまうっていうのが病気の元々の原因になります。ではどういったことでこの内分泌性高血圧症の可能性があるっていうふうに気づくのか教えてください。はい、まず先ほど挙げました病気どれにも共通するんですけれども、年齢が若い方、特に何か日常生活普段から気をつけてらっしゃる方でも、高血圧を言われたという方は注意が必要になってきます。20代30代の方でも起こしてきますので、普段あまり健康に気を使われないような年代の方でも注意が必要かと思います。それからすでに高血圧の治療を受けてらっしゃる方ですけれども、お薬を飲んでいるのに効果が得られにくいですとか、先生からの指導を目に聞いてらっしゃるのに効果が得られないという方も注意が必要です。また顔つきや体型の変化っていうのもあるんですか。そうですね、先ほどのクッシング症候群とか先端巨大症という病気によくありますけれども、こういう体の体型の変化ですとか、から体重の増減というところにも注意していただきたいと思います。ではこういった症状が見られた場合は内分泌性高血圧症を疑っていいということですかね。そうですね、その可能性を考えて、検査を受けていただく方がよろしいかと思います。私たちは何かを受診したらいいんですか。はい、まずはやはりかかりつけの主には内科の先生になられるかと思うんですけれども、そちらの方で検査を相談されたらよろしいかなと思います。まずかかりつけの先生のところで受けていただきたいのがホルモンを測定する血液検査や尿検査になります。この検査が明らかに異常値を示しているですとか、それからこの疑いがある場合には、専門医を受診していただきまして、1日のホルモンのリズムを調べる検査ですとか、内分泌負荷試験というお薬の反応を見る検査になりますけれども、そういった検査を受けていただいて、初めて診断が可能になりますので、まずはかかりつけの先生のところではホルモンを調べる際